名前ビーバージーさんからいただきました。ありがとうございます。会場にいらっしゃるそうです。ビーバージーさん、ビーバージーさん、恥ずかしい、恥ずかしいかな、恥ずかしいかな、ありがとうございます。ということで読ませていただきたいのですが、はい、ここからちょっと真面目エモリでお送りさせていただきます。大熊若菜さん、大熊さんがビエラのみんなにいろいろと好きを振りまいているそうですね。またじゃん。主な情報発信源はのんちゃん。私です、私です。待って、これ始まる。ここで一つ大熊若菜裁判を改定し、すべて洗いざらい話して白黒つけるべきではないでしょうか。いいじゃないか。ビーバージーさん、どちらにいらっしゃるの？まだありますよ、はい、まだお便りがある、まだあるんだ、はいはい、続いてお名前スアマさんからいただきました。配信で見てくださっているそこのあなた、本当にこのメールを送ってくださってありがとうございます。ありがとう、はい、大熊若菜裁判ですが、原告のんちゃん、被告くまちゃんは決まっていますが、その他にも重要参考人が多すぎるようですね。裁判の行方が気になっていますとのこと。これはでもうな、とりあえずだ、罪状を出すべきではないか。そうですね。じゃあ鈴原さんあるんじゃないですか。どうですか。鈴原はちょっとありすぎて、ありすぎて出てこないかも。江森からどうぞ。そうですね、私去年の8月頃ですか、はい、彼女と連絡を取っていた時、はい、とある交差点ですれ違ったんです。私気づかなくて、あれだ。その後彼女から連絡が来ました。なんて来たと思いますか。あや、俺のひと夏の恋。どう思いますこれ。いやー、ちょっとこれはどう。ひと夏の恋ですよ、ラブ。いやー、よくないな。どう思います。こちらの奥間若菜の行動、うん、有罪だと思う方。まさかいらっしゃらないと思いますが、無罪だと思う方ですよ。お無罪だと思う方いませんもんね。ということで、こちら大熊若菜有罪でございます。ありがとうございます。 They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine and you just can't get into it because they would never understand。 どう、あかねとかないの？あ、ないの？もう望みはありすぎるみたいだから、少ない方から言ってこう。なんかあったかな。かわいい。私はね、なびかないんで。あ、強い。さすがって言ってね、お出かけとかするけどね。お出かけとか、やかましいわ。やかましいわ。それではじゃあ、ちょっとすごくたくさん被害を被っていそうな鈴原のぞみさん、いかがでしょうか。はい、私はあのバレンタインデーにね、生チョコをねいただきまして、のぞみだけだよって、のぞみだけのために作ったんだよって言われたんですけど、だけが大事ですよ、ね、そうなんです、だけだ、なんですけど、そのなんかその前にちょっと手違いがあって、なんかユイナとそのバレンタインの約束を、記憶を混同していて、なんか私となんか私にチョコをあげるんだったかなんだったかみたいな、ごちゃごちゃになってて、本当に許せません。許せません。有罪だと思う人拍手お願いします。もうあなたの罪はもう重ねてますわよ。なんか私がピックアップされてますけど、はいはい、もうみんなこの人たち、いや、リエラちゃんと人たらしだから、それぞれみんな、皆さん聞かないでください、こういうことは聞いちゃいけないんです。でもやっぱりあれですね、罪人にもやっぱりこのあれですか、うん、余地、与えた方がいいと思うんですよね、機会っていうのは。か、ね、何かされたことはありますか。ありますか。何かされたこと、誰か、ピュルルルル、うん、でも、のんちゃんにはずっと好き、大好き、愛してるみたいな。でも私は一途ですから、あの、若菜みたいにいろんな人に言ってないよっていう。嘘だ。嘘じゃないよ。いや、待って、若菜だけにしか大好きって言ってない。若菜だけにしか大好きって言ってないな。だけにしか言ってない。あ、もうね、そろそろだけ、裏で落ち着きましょう。まあでもね、多分1期生のみんなも怖いな、1期生のみんなもね、たくさん若菜に
いろいろね、言いたいこともあると思いますから、また裁判はね、引き続き続けていきたいと思います。まだ続くのこれ。もう有罪じゃんだって。もしかしたら誰か許してくれるかもしれないし、それだけ、ね、若菜が魅力的な人ってことだから。本当にそうだよね。いいことですよ。ありがとう。あなたは魅力的なのよ。はい、ということでね、皆さんたくさんのメール本当にありがとうございます。ありがとうございます。